原発は続けた方がやめた方がいいと思います。やめた方がいいと思います。子どもたちが企画し取材する新春特番コンタクト、私たちの未来は大丈夫。小学校6年生から高校生までの子どもたちが原発のこと、食品のこと、エネルギーのことを自ら取材、アワープラネット TV のスタッフ、そして作家の雨宮かりんさんとともに考えます。ご期待ください。